今日午前6時前、青葉区芋沢を走っていた乗用車のドライブレコーダーの映像です。道路をゆっくり歩き立ち止まる一頭のクマ。体長1メートルほどで3歳から4歳ほどの成獣とみられます。クマはそのまま林の中に消えていきました。運転していた人は、この道は毎日通勤で通っているが、クマは初めて見たと話しています。目撃された場所の近くには小学校や保育所があり、警察が注意を呼びかけています。東北野生動物保護管理センターの宇野武春代表によりますと、夜に山で木の実を食べていたクマが山沿いを移動してきたのではないか、運転中にクマを見かけたら車から出ず車内に留まっていてほしいと話していました。